こんにちは。今日はキャンドゥとセリアの購入品紹介になります。まずはセリアさんからで、まずはこちらです。これはインテリアラメラッセルレース。これゴールドとこのホワイトのがあったので、私はねこちらのホワイトの方を買ってきました。こんな感じで、あの写真撮影とかに使おうかなって思って買ってきました。めっちゃキラキラ、すごいキラキラですね。なんていうんですか、楕円形の丸ですね。こんな感じになってて、すっごい綺麗なんですよ。なんかゴールドの方も買ってくればよかったかなってぐらい、すごい綺麗。なんかねこうやって敷いて、なんかお花とか飾ってもいいし、私はあの写真撮影の時に使おうかなと思って。はい、こちらと、あ、ジャンコードがこちらですね。はい、続いてこちらのジップバッグですね。これ2つ、2種類あったので2つとも買ってきました。ジャンコードは同じです。これ食品のところにあったんですよね。だから食品も入れられるんですかね。あ、すごい、手にラメがついてます。このラメが、あ、でもなんか薄いですね、思ったより薄い感じで。あ、すごい、こんな感じで、あ、やっぱり食品を直接入れることができますって書いてあります。なんかね中もツルツルしてて、こんな感じで、あ、すごい綺麗。これね紙です。紙っていうか、なんかビニール系が多いけど、ここはね、あの外側は紙で、すごい綺麗ですね。でこちらがブルーです。綺麗。はい、こちらは5枚ずつ入ってます。で続いてがこちらです。こちらのナプキングペーパーなんですけど、包装紙ですね。包装紙のプティベア。ジャンコードは2つとも同じですね。これ色違いですね。これがベージュになるのかな。ベージュと、何色だろう。ちょっと色が、水色になるのかな。すっごい可愛いですけど、これは2枚入りですね。2枚入ってて、あー、すごい可愛い。こんな感じでウサギとクマの、これなんだろう、ハッピーバースデーって書いてある。あ、これハッピーバースデーって書いてあるから、誕生日とかにいいですね。でね、ちょっとねボコボコしてるんです。こんな感じでツルツルな感じじゃなくて、あ、すごい可愛い。確かになんかハッピーバースデーって書いた可愛い紙バッグもね結構あったんですよ。だからこういうシリーズなのかな。別に誕生日じゃなくても全然使える、可愛いですね。素材がねいいですね、ツルツルじゃなくて。はい、この大きさなんですけど、こちらですね。結構1枚は大きいですね。これも柄は同じですね。色違いなんですね。これもね、こういう感じでちょっとボコボコしてて、なんて言うんだろう、結構厚手なのかな。うん、結構しっかりしたペーパーですね。これは可愛い。まあ、とりあえずね、ハッピーバースデーなので、誕生日に使えそうなんですけど、全然普通に使っちゃうかも。はい、こんな感じです。はい、セリアさんはこちらで以上になります。続いてはキャンドゥさんで、キャンドゥなんか新商品のコーナーにあったものを買ってきたんですけど、まずこちらです。こちらのマスキングシール、これすべて柄が違うってやつで、一応ね全種類買ってきました。あの店頭に並んでいるものはそれぞれジャンコードが違うので、これが青、ルノワールで、こちら、あ、全部ルノワールだ。ピンクですね。でこの紫のが
てこちら。なんかこのシリーズがとにかくすごくいっぱい出てて、なんか厳選して買ってきたんですけど、結構ね素敵なのが多くて、はい。こちらのブルーがこんな感じですね。人物のこれね、すべて柄が違うって言ってたので、まあ、パラパラっと、あ、すごいおしゃれですね。おしゃれですね。コラージュにねすごい使えそう。あ、こういう感じの、あ、でもこういう感じのもあります、人物だけじゃなくて。あ、これはいいかも。でこれマステ素材なので薄い感じですね。こんな感じで薄いです。薄いっていうかマステ素材ですね。あ、これはすごい素敵ですね。あ、ちょっとめくれちゃった。でこちらがピンクですね。これお花なんですかね。お花じゃない、面白い、こんな感じの。あ、すごい素敵。これ100均で買えるなんて。なんかどれもおしゃれですね。嬉しい。はい。で、これ紫です。なんかピカソみたい。ピカソというか。なんかおしゃれ。はい。で、最後黄色です。おお、なんだろう。なんかすごい、なんと言っていいのか。はい、こんな感じです。ピカソみたい。で、まずはこちらのシールブックですね。で続いてがこちらですね。こちらのシール、ビッグステッカールノワールとクリームと、これ5枚入りです。こちらのクリームとがこちらで、ルノワールがこちらです。こんな感じで、あのキャリーバッグとかスマホに貼れるって書いてあるので、しっかりした。あ、本当だ、こういう感じだ。おお、こんな感じです。そんなね、あの厚手ではなかったです。ちょっと薄い感じだけど、ちょっと後ろに光沢があって、ステッカーですね。え、すごいおしゃれ。これなんてチケットのね、なんかおしゃれ。そんなに厚くないシールです。手帳とかにも良さそうですね。で続いてこちらのクリームと、さっきのこのシールブックと同じ感じの柄ですね。はい、こんな感じです。なんかすごいね、クオリティが高いというか、不思議不思議、あの美術館とかで売ってそうな感じのステッカーじゃないですか。で続いてこちらです。これもクリムトとルノワール、これもステッカーですね。チャンコードは2つとも同じです。これは10枚入ってて、あ、こんな感じで分かれてる。まずこちら、これはさっきとは全然違う質感で、ちょっとこんな感じでペット素材みたいな感じですね。ねえ、おしゃれ。わあ、これ嬉しくないですか。おお、このフレーム、フレーム3枚も入ってますよ。いや、めっちゃおしゃれ。これもうこれとこれだけでコラージュになりますね、こうやってね。これはペット素材ですね。で、ここに分かれて、おお、何ですかこれ。ハイジのおじいちゃんみたい。で、
猫ちゃんで、こんな感じですね。え、すっごいおしゃれ。はい、でこちらがルノワール。でこれもフレームが3枚入ってます。でこちらもこんな感じのと、レコード。わあ、なんかすごい全部がおしゃれです。で続いてデザペですね。まずこちらです。これはこれルノワール、これ3柄の各3枚ずつですね。ちょっと正直ね、迷ったんですよ。こちらはなんか素敵だけど使い道に迷う感じのデザペだったので、あーでもすごい綺麗、よかった。ちょっとね、厚手のペーパーで、すごい箔押しがすごい綺麗です。ちょっとワンちゃんが水飲んでます。いやこれ素敵。いやこれは良かった、買って。で3枚目がこちらですね。箔押しがすごい綺麗ですね。これなんて額縁に入れて飾ったらね、すごいおしゃれ。あ、すごい、とりあえずね、良かったです、買っといて。で続いてこちらです。これがクリームと、これも3柄の3枚ずつですね。私が行ったところにもう1個デザペがあったんですけど、このデザペってあのセリアさんで以前販売されてたものなので、そう、今回はこの2種類だけね、買ってきました。まずこちらです。あー、かわいい、箔押しが綺麗ですね。これお花、これね、意外と良かったです。素敵じゃないですか。すごいね、箔押しがいい感じで、こうやって使わないともったいないからちょっと悩みますけど、なんか細長い封筒とかでもいいですね。ね、で最後がこちらがちょっと謎。これはもう、うん、アートすごいですね。これ目じゃないですかね。多分なんかの絵なんでしょうね、よくわかんないけど。はい、こんな感じの3柄です。どれもね、素敵ですね。で続いてこちらです。これあの便箋ですね、レターペーパー。これも箔押しなんだ。あれ、あ、裏か。ちゃんコードがこちらです。こちらと、あ、クリムトとルノワール、私厳選して買ってきたんですけど、たまたまこうやって買ってきたのかな。続いてこちらです。なんかね、これは種類もうちょっとあったんですけど、これは柄は全部同じですね。こんな感じで便箋です。こっちだけでも使いたいなと思って、便箋としても使えるし、このおしゃれな便箋がこんな感じで、やっぱり、うん、でね、ここが箔押しになってます。便箋も結構ね、しっかりしてますね。封筒はね、ちょっとなかったんですけど、なんかありそうですよね、便箋があるってぐらいだから。ちょっと探してみたけど、封筒見当たらなかったですね。はい、こちらと、こちらです。すごい、これね、さっきの女の人だ。これも柄は一緒ですね。で裏がこんな感じです。ここはね、箔押しですね。あ、これも素敵ですね。はい、今回ね、ちょっと迷って買うか迷った商品が結構多かったんですけど、いやなんかね、全部ね、ほんと素敵でした。うん、買ってよかったです。はい、今回の購入品は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。